はい、続いてボールとお友達になるっていうことで、取り組んでいきたいと思います。まず椅子に座って行うようにします。椅子に座ります。椅子に座った時に自分でいろんなところを触りながらボールを動かします。いろいろ触ります。これ遊びながらですから、勉強しながら足元でボールを動かしてもいいです。この時いろんなところを使ってみましょう。まあ、こう勉強してる時にね、これだけ激しく動いたらなかなか難しいと思うので、まあ、お家の中でね、トレーニングするときは、まあ、勉強とトレーニングするときを分けてね、行ってもらった方がいいと思います。